皆様どうもこんばんは、こんにちは。気ままに V ゴルフライフの大です。今回のテーマはズバリローフックの打ち方です。ラウンドの途中にそのやり方を自分なりにポイントをまとめてみましたので、お時間ある方は気軽に最後までご覧ください。ピンまで110ヤードピッチング、ピン手前だから奥目で、よっしゃー、あんなの入れたらいけんやろ。11番、160、6番で。薄い感じやけどいいな。真ん中？真ん中に乗った。仕上げのちょい長めのホール、ナイス、低い球で転がればいい、うん、ナイスボギー。ナイスボギー。350の打ち上げ。戻れ。おお、いいね、ナイス。見えんけど、あの鉄塔の左方向。160ヤードちょい。5番やで。ここで左足上がりの時のローフックの打ち方について説明したいと思います。左足が上がっていると球が上に吹けやすいため、ショートするミスが出やすくなります。そのため低く抑えたライン出しのフックボールを打っていくことで飛距離を合わせやすくすることができます。まずは構え方についてです。スタンスはフックボールを打つのでやや右を向きます。ボールの位置は低い球を打ちたいので、いつもよりも若干右目に置きます。フェースの面はターゲットに向けます。振り方は足のアライメントの方向に向かって打ち出すと、右に出て緩やかに戻ってくる球になります。ポイントは左足体重のままで振っていくことです。打ち上げだからといって球を上げようとして右に体重を残してしまうと、煽り打ちになり右にプッシュのミスが出てしまいます。また球に当てようと上から覆いかぶさるように打ってしまうと、アウトサイドインの軌道になり、今度は左に引っ掛けるミスが出てしまいます。右に打ち出す構えをしたら、左足体重のままでコンパクトに振り抜くことを意識すれば、ダフりのミスも減り、うまく打てる確率が上がります。左足上がりの際はぜひ試してみてください。
カーベの327ヤード、パー4。今日のピンポジションが右手前、バンカーの右やからティーショットの狙い目は右サイドがいいです。92ヤード、42。よし、下りかね。下りはないよ、なんで。エタン。エタン。お、来た。おお、よし。ナイスバーディー。四、六、五、打ち下ろしのパー5。一番ちゃんと当たったよね。ちょっと薄い。行きますね、ゆっくり行ったら届くと思うけど。ああ、右行った。バンカーでした。35ヤード。まっすぐやったね、うん。ほぼほぼね。107ヤード、ピッチング。ちょっと右のこ、どこで。ああ。はい。あ、惜しい。マジか。引いたんかな。引いたんやね。ね。曲がれ、曲がれ。おお。パーです。やばい。いけ。よし、じゃあ最後サンドクロック。おお、ナイス。センターまで162ワードです。161、5番でアゲンスト。今カート道使った。カート道跳ねたみたいなね。100ヤード？ここ100、ここで100。
し。オッケー、バーディーいただきました。よし。左ガード手の左ドッグ。結構当たったよ今。おお、いい。またいいとこやなこれ。ナイスオン。ナイスオン。け。うん、ナイスオン。でかい。うん。うまい。よし。ナイスパー。左ドッグレッグ。狙いはあの木の左からスライスが打てれば。戻ってきやる。 OK。 ピンまで157ヤード。バンクしてここ来てました。残り78ヤード。175番。あら、あらららら、全部引っかかるな。止まれ。大丈夫。ボールはここ。わー、でかい。ピンは奥で106ヤード。多い。飛びすぎるなよ。ちょっと左やけど。あ、大きいか。ちょっと服しちゃったね。怖いか。ピンが78ヤード。うまい。
止まった。狙い通りやったけど、まあ、なんか。うわー、復した。ボギ。166ヤード。1メーター左だった。やっぱうまくすか。なんか超えろ。浮いた。転がれ。おー、いい。うわ。おお。ああ、惜しい。ギュンって曲がったね。そう見たらまた変なもん見た。今の。ナイスショー。めっちゃついたこれ。おお、完璧。よし。後ろに飛んだ。当たった。後ろに飛んだって。全然距離変わらん。本当？最初真ん中バーディーの可能性。Ah.